本日は、北九州の、北九州といえば成人式で北九州の怖い皆さんに来てもらっております。北九州の成人式とは何なのかということをお聞きしたいと思います。みんな聞きたいけども成人式みんなしてる？します。顔怖いもん。なんで今にらむのよ。なんでにらまんでいいやろ。ボコボコされるぞお前。そうであのすいません枝が来ないよ。あっかれか乾杯しろ。ちょっと行くぞ。乾杯乾杯乾杯しろ。じゃあ龍騎の成人を祝って乾杯乾杯。北九州といえばね、あの成人式、成人式といえば格好なんですよ。あのはい、みんな成人してるわけやん。はい、いくらでかかったの？自分20万です。作るのに、はい、レンタルで。レンタルで。あれってレンタルの？レンタルっすよ。そんなもんなりゃええだろ。あれは代々継いでいくわけやん。ちゃうちゃう。北九州でいいやろそこは。ちゃうちゃう。全部含めて、はい、あれは レンタルじゃなくて、じゃあ レンタルなの？レンタルなんですよ。どういうところにいたら借りれる？みやびっていうハイボールの有名なところ。あ、はい、みやび、はい、みやびってどこに行って自分たちはそこですよね。で、お兄さんは自分も一緒です。同じとこと同じとこで基本みんな多分一緒に。みんなみやび同じとこ一緒です。俺10万ぐらい。その20万と10万の差って何なの？派手に行くか渋く行くかやないですか。あー、そうやな。人気ないやつです。人気ないものやつ。まあまあまあ、一番一番高いやついくらなの？いや、それはそれが龍が40万。40万高い方ですね。どんなやつだ？どんなやつだ？レインボーです。全身レインボー。ちょっとあの写真ある。あー、すげえ。いやいやいや、人やねん。おー、すごい、髪の毛地毛です。ちょちょこれだよ。ちょっとヤンキー強いや、不良。髪の毛するのにこれ、カツラなこれ。いや、地毛です。ないよ、ないの。1年間伸ばしました。1年間伸ばしてカラフルにするの、染めんの。あれはいや、スプレーです。あ、スプレーでやるじゃん。セット料金いくらなの？うわ、3万ぐらい。かっこということは40、まあ3万、今のところ3万や。他にかかる金は何の？わ、スーツとかですね。それ終わった後にスーツ着る。あー、スーツ着る。オーダーで作った。そういうの。スーツもこれで楽しい。スーツはその後にあれ地毛です。マイクも60万ぐらいかかったね。ずっと伸ばしてるね。え、ちょちょ60万ポータル60万。その一括で払う。俺聞いてるのは分割でも OK って聞いててんけども。分割でもいいですね。でもこう先に払っとった方が後は楽じゃないですか。あと、彼の名前は金髪です。銀髪です。銀髪。銀髪。よく思うのがあんだけなんかヤンキーみたいな集まって喧嘩なれへんの？いや、なったっすね。あ、なったんや。俺らめちゃくちゃ揉めたっすね。どこと揉める？再現して、再現して。いやいや、うわぁ、再現して。何で俺来た？おー、来た！ナイス当たって地域で袴揃えとったの。何来るの？いや。八幡西区なんや。と、まあ、小倉区で。ガチンコ。小倉北と南は違う。まあ北区やね。ああ。揉めて。揉めて。喧嘩なって。めちゃめちゃなったっす。警官も止めに入って。で、何来るの？自分は八幡東区。ああ、八幡なんや。八幡。で、何来るの？何来るの？北区。俺もこんなことやってた。振っちゃいけんすよ。
そんで、何ですか？一緒です。あー、企画一緒です。あ、トマタちゃうんや。なんやねん、俺と同じトマタかなと思って。いや、こちらですけど、トマタ祇園出てます。あ、ありがとうございます。トマタ祇園出ないよ。トマタ祇園出てる。コーナーセイ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 。何やねん、黒崎祇園やけ。あー、まあよっさよっさ。いや、でも戸畑君、出てみて。出ます、出ます。いや、でも戸畑がない人間は出されません。いやいやいやちゃうやないか。戸畑祇園とね、こちらの映像でございます。戸畑祇園こういうもんなんですよ。すごいでしょ。俺の可愛い後輩たち。すごいな。もう今年成人して、おめでとうみたいな。北九州ってなって。ちょっと、ひげ生えとるやないか、お前。ちょっと、ちょっと。北九州ってもう、なんかえげつないあるしね。け喧嘩だって最初に どの仲直りしたのか。謝ってきた。あ、向こうが。向こうすごいな。ごめんな。喧嘩なかった。また来た。ケンちゃん。そのあれっす。あの衣装やって動けんのっすよ。おっぱい。いやいや、そらそらそうやな。動かれへんねや。殴れんすもん、ね、まだ取れ。そらそうやね。殴ったらあかんですよ、ね、そう、あんた最初に誰かってな。いいんじゃないでしょうか。アイスベリー、北九州出身として、聞きたいことが一つあります。北九州とはどういうところ？自分にとって北九州左ます、左です。いや、まあみんなこうなんか修羅の場所にいるじゃないですか。肩もんでもらってる。全然そんなことないないよね。フェイスブックもそれは俺もなんか、動画で修羅の場所を使うけど、これ全員撮って、でそこで見た人が、あ、この街めっちゃええやんっていう。全然その反動はね、作りたいなとめっちゃ思ってて。西成もなんかこう最悪やとか汚いとか言うけど、結果的に開けたらめっちゃいい街なんですよ。いい街なんだ。人がいいんですよ。ほんまに、はい、おまじで、はい、ああ、マジで暑い街ですね。暑い街。だからこっちから撮って。トマトギョン、ゴーのゼイ、ゴーのゼイ、ゴーのゼイ。そうそう、あるんですよ。北九州いいね。今度ね、見てる、皆さんと共に北九州を、連れていくツアーをいつかやっていきたいと思いますので、今年やればと思います。今日はこれで終わります。